西武観光バス株式会社は、埼玉県所沢市久米に本社を置く、西武グループの貸切バス、乗り合いバス事業者である。練馬、大宮、佐山、ま、秩父、軽井沢の5営業所において、貸切バス事業を営むほか、大宮営業所、軽井沢営業所において高速バスを、秩父営業所、軽井沢営業所において、一般路線バスを運行する。 ネリマ営業所西部観光バスは、西部バスが1989年に秩父営業所を分社化するにあたり、1988年4月に西部秩父バスとして設立された会社である。秩父地域の路線は、戦前に秩父自動車によってその骨格が築かれ、これを、現、西部鉄道の前身である、武蔵野鉄道が買収し、西部バスへと移行したものである。 西武秩父バスの設立後は、西武バスから順次、秩父市周辺路線の移管を受け、貸切免許も取得した。その後は、西武バスが貸切バス部門の分社化を進めるにあたり、その受け皿として、埼玉県内の貸切バス事業も移管されることになった。1996年4月1日に、西武観光バスに社名変更し、佐山営業所、 大宮営業所を開設した。1999年には、練馬営業所を開設し、東京都内の貸切バス及び高速バスの一部も移管された。2017年4月1日、西部高原バスを九州合併して、西部観光バス軽井沢営業所とした。パスもスイカによる IC カード乗車システムは2008年10月10日から、 秩父営業所管内全線で導入された。軽井沢営業所管内路線でも2020年3月25日から導入された。一般路線は秩父営業所と軽井沢営業所が担当する。秩父営業所の一般路線車両2012年12月、秩父営業所管内の全路線で一斉に系統番号が導入されたが、西武バスと異なりアルファベットと数字を組み合わせた。 公式を採用している。岡野線、志賀坂線、装備線、ミューズパーク線、横瀬、線、市内線、船線、原屋線、定峰線、三沢線、秩父吉田線、秩父吉田線開業と同時に、導入された、ノンステップバス秩父吉田線と入れ替わりに廃止された、路線、三歩神社線、三部口線、中津川線、浅間白根火山線、浅間白根火山線、 軽井沢駅急行便南軽井沢線、急行塩沢湖線軽井沢町内循環バス以下の2路線は、旧西部高原バスが受け持っていたが、2012年4月1日の、軽井沢町内循環バスの路線再編により、運行経路と1路線の運行会社が変更された。高速路線は原則大宮営業所で担当。選挙曲線、渋谷軽井沢、草津線については、 軽井沢営業所で担当。現在運行されているのは以下の路線である。東京都の新宿、池袋と長野県東新地方を結ぶ4系統の中高高速バスを選挙区バスと共同で運行している。これらの路線は軽井沢線の一部を除き、当初西部バスが運行していたものが西部高原バスに移管され、さらに同社の西部観光バスへの吸収合併により、 再移管された。作戦小室線上田線軽井沢線従来、大宮発着で、川越駅経由と池袋駅経由を、それぞれ一往復ずつ運行していたが、2017年9月1日のダイヤ改正で、池袋駅経由便の奇襲店が、サンシャインシティプリンスホテルに変更された。富士急行観光と共同運行。大宮から池袋を経て、伊勢島を結ぶ。もともとは、 池袋伊勢市と池袋、鳥羽、島スペイン村であったものを、大宮発に、伊勢島地区では、鳥羽発着にして統合。三重交通、三高伊勢島交通と共同運行。宇和島線福岡線、横浜軽井沢線軽井沢、草津線長岡新潟線関東地方と新潟県を、結ぶ高速バスを、西武バス、越後交通、新潟交通と共同で運行していた。 西部観光バスでは大宮駅発着便を担当していたが2019年9月30日出発便をもって運行を終了した。箱根線京都ビはコドリームゴードリーム埼玉号秩父人礼バス貸切車及び高速車は西部バスに準じている。日産ディーゼルがバス製造から撤退するまでは同社製の車両が中心だったが現在は主にイスズ自動車及び 日野自動車製の車両を投入している。秩父営業所の一般路線車は、中型車の割合が多く、換算路線へ運用に入る。また、急行ウィ神社線には、用途会社が運用に入る。秩父巡礼バスには、デトロバスを2台使用しており、そのうちの1台は、あの花のラッピング車両となっている。軽井沢営業所の一般路線車は、都市部で、 一般的な路線タイプの車両はごく一部にとどまり、用途外車両と呼ばれるハイグレードな車両が多い。車両の最前部から最後部まで二人掛けの座席が並んでいる。その他に観光バスタイプの車両も導入されており、路線タイプと混合で使用されている。浅間白根火山線には観光バスタイプが多く運用されていたが、2015年頃から、 一般路線タイプの車両も運用に入ることが増えてきた。山間部の道路が多く、起伏がある地形上、また、冬季の積雪等により、ノンステップバスは導入しなかったが、2016年に西部バスから転入してきた車両は、ワンステップ車で車高を重上げする改造を行い、運用についている。車両の塗装は、一部の車両を除き、ライオンズカラーで統一されていたが、 2015年に転入した車両からは、ササカラーの乗り合い車両が増えてきた。町内循環バス、塩沢湖線に使用される車両は、それ以前から西武バス特有のササカラーであった。2017年7月16日より、一般路線バス車両の LED 行き先表示に、系統別アルファベット表示が導入された。ありがとうございます。